皆さんこんばんは、サンシャインチャンネルのひとみです。今パタヤのセントラルフェスティバルっていう、こう何になるんだろう、商業施設に来ています。そのお店の前にいろんな屋台が出てるみたいなので、まず屋台を見て中に入ってみたいと思います。似顔絵描いてくれる人がいます。こっちはバーベキュー、あ、ワニよ、ワニ、ワニを焼いてる。すごい、ワニを、ワニすごい、ワニの丸焼き、ワニの丸焼きです。わー、すごい。前一回ワニの肉を食べたことあるけど、全然臭くなくて美味しかったです。ここはバーみたいになってる、おしゃれな感じのバーになってます。ここはフルーツジュースを作ってくれるみたいです。新鮮で美味しそうな感じはするけど、ちょっと暑いから怖い。ここはバーベキューのところ。ここはマンゴーの、スティッキーマンゴー、マンゴーのデザート。こっちはチキン、チキンとかソーセージとかを焼いてくれます。ここは何ですか？ここはカクテルとかあの人作ってるみたいです。バーになってる。ここはアクセサリーを売ってます。ここスイッチです。アクセサリー3500バーツ、高いよね、あの20バーツから比べたら。日用品とか、ここもピアスとかネックレスとかが売ってます。ここはシューズが売ってます。手動のミシンが売ってる。これなんかわかる？ミシン、ミシン、本当ってミシンって違う、ミシンってほら塗ってるよね、キレを塗ってるミシン。デパートみたい。デパートのようです。お化粧品がいっぱいあって、普通のデパートと同じ感じ。デパートがあって、奥にはバッグとか置いてあって、靴とかも置いてあって、普通の中。今一回。開放で全然何がなんかわからない。
チャージしてお金をカードに入れます。カードをもらって、今日は疲れたのでうどんを食べたいと思います。